1542年から48年にかけて、欧州で発生した天文の乱。伊達家13代当主の伊達胤宗と、その息子の晴宗の対立が、欧州の諸大名を巻き込んで、大規模な騒乱に発展したお家騒動である。越後上杉家の養子縁組や、相馬家に対する領土割譲などを進めようとする伊達胤宗に対して、息子の伊達晴宗は猛反発。ついには、父親の胤宗を襲って居城に幽閉したのである。しかし、胤宗の側近が胤宗の救出に成功。ここから、欧州を二分して6年にわたって繰り広げられた天文の乱が始まった。結果的にこの天文の乱は、将軍の足利義輝の仲裁により、伊達胤宗が息子の晴宗に家督を譲ることで和睦が成立し、乱は収束したのであった。しかし、こたびの世界戦では、欧州の情勢を憂いだ室町幕府の将軍が、史実より早く両者を和解させるための術を模索。それにより実行されたのが、二つの伊達家の国替えであった。その天保先は、両者にとっては全く見ず知らずの九州。しかも、仲の悪い二人を隣接して配置するというものだった。なぜ、仲の悪い二人を隣り合わせるのかと、いぶかしがる者もいたが、そこには将軍なりの思惑があった。人間の心理として、不安や緊張、恐怖から引き起こされる胸の高鳴りを、一緒にいる異性への恋愛感情と錯覚する吊り橋効果と呼ばれるものがある。それに類するものを、親子関係の修復にも期待したのである。戦国時代の九州は、群雄割拠の弱肉強食。つまり、見ず知らずで他に知り合いがいない危険な土地に、仲の悪い二人を送り込めば、生き残るために嫌でも協力する。その時に生まれる一体感、連帯感、その危険を乗り越えた時の高揚感を共有することで、親子関係を修復しようとしたのだ。果たして、九州に国替えとなった伊達親子の行く末は、関係はどのようなものになるのであろうか。改めまして、皆さんこんにちは。今回の企画は、もし天文の乱を収束させるため、伊達胤宗と晴宗を九州に配置したらどうなるのか、検証したいと思います。史実で親子喧嘩した二人を九州に国替えさせるのか。シナリオは、1546年の信長元服。この乱世にて、成し遂げてみせよ。このシナリオの伊達晴宗は、米沢城を含めて城2つ、同盟勢力が6つ。老いぼれとは侮るでないぞ。もう一人の伊達胤宗は、丸森城を含めて城2つ、同盟勢力は4つとなっています。この2つの大名家を、冒頭の話の通りに国替えさせたいと思います。それではご覧いただきましょう。親子喧嘩を止めるために、2つの伊達家を九州に配置した世界を。さあ、参りましょうか。はい、このようになりました。島津家のいた薩摩に息子の方を配置したのか。そうです。まだ遅くなし、乱世に立とうぞ。父親の方は相良家がいた人吉城を本拠地にしておきました。代わりに島津家と相良家は欧州に移動させてあります。島津家がいなくなっただけでも九州は随分と生き延びやすくなりそうだな。それでも大友家や雄三寺家は健在なので好きあらば食い殺されてしまうでしょう。それでは、とりあえず二人のうちで伊達晴宗を選んでシナリオを始めたいと思います。ここが、我らの始まりです。さあ、シナリオ開始後の世界にやってきました。おや、すでに、伊達胤宗と晴宗の間に、通常シナリオではなかった婚姻同盟を結ばせてあるんだな。こうすることで、知り合いのいない九州で協力してもらう状況を表現しました。なので、お互いが欧州で数多く結んでいた同盟も解除しています。頼れるのは家族だけ。そんな状況です。この同盟を結ばせた時点で、親子関係は修復されたと言えるのでは？まだです。この関係は表面上だけ。誠に仲直りをしたのであれば、勢力の拡張速度もお互いに歩調を合わせるはずです。親子関係が修復したと判断するのは、それを見定めてからでしょう。片方だけ勢力が大きくなったら、そんな関係はまやかしです。マラソン大会などで一緒にゴールしようねと仲良しアピールしておいて、一人で先にゴールするようなものです。裏切り以外の何者でもありません。そこまでか。ちなみに、伊達晴宗の能力はこのような感じです。その AI レベルは A に設定されています。もう一方の父親の伊達胤宗はこんな能力です。史実で婚姻外交を推し進めたからか、政務が一番高いな。胤宗の AI レベルも A に設定されています。あと、両者の寿命を延長させてあります。これにて、すべての説明と準備が終了しました。
天文の乱で欧州を荒廃させた責任を取らせるため、幕府の命で九州に国替えさせられた伊達種宗と春宗の親子。このため、表面上は同盟関係を構築した親子ですが、仲直りしたとはまだ言えません。危機を乗り越えて九州を統一し、歩調を合わせて同じくらいの勢力規模で拡大できたとき、初めて仲直りができたと言えるでしょう。果たして、そのような状況の中で、二つの伊達家の行く末はどのようなものになるのでしょうか。プレイを AI に任せて見ていきたいと思います。ゲーム開始から2年後、まだ二つの伊達家に動きはありません。慣れない九州に、時間をかけて体を適応させようとしているのかもな。おお、ここでようやく始動しました。九州での伊達家の歴史が始まります。見てみろ。息子の春宗の攻撃に、親父の種宗も援軍を派遣しているぞ。これぞ親子の絆と言えます。見知らぬ九州で、いがみ合った親子が共同作業です。伊達春宗が肝付家の高山城を攻め落としました。歩調を合わせるという意味では、次は伊達種宗にどこかを攻め取ってもらいたいところだ。その種宗が息子に続いて出陣しました。今度は種宗の城攻めに、息子の春宗が力を貸しています。これぞ、親孝行と言えるでしょう。親子水入らずで城攻めです。伊達種宗が肝付家最後の城を落として、滅ぼすことに成功しました。お互いに援軍を出し合って協力し、城を一つずつ増やしました。良好な関係が築けている雰囲気ですね。それから3ヶ月後、今度は父親の方が出陣しました。海を越えて、北の有馬家を狙います。今回もまた息子の応援付きだな。やはり血の繋がった親子、父親の合戦を放っておけないのかもしれません。親父は迂回して、息子は直で攻撃するようだ。おお、父親の到着を待たずして、春宗が城にとどめを刺しました。順調の一言です。次は、息子に伊藤家あたりを攻めてもらいたいな。ですが、次に兵を繰り出したのはまたしても父親の種宗でした。阿蘇家に攻撃を加えます。この攻撃は息子からの賛同を得られなかったようで、種宗単独での攻撃になります。それでも種宗は攻撃を成功させ、岩尾城を攻略しました。これで種宗の城の数が、春宗に比べて二つも多くなってしまったぞ。まあ、さすがに同じ城の数になるように歩調を合わせるのは難しいと思っていたので、多少の城数の差は許容範囲でしょう。それから一年後、その間に、種宗が熊本城を攻め落として阿蘇家を滅ぼし、さらに城の数で差を広げているぞ。そして、ここで再び出陣した。相手となるのは、肥前の熊と恐れられる雄三寺高信。これまでの相手と違い、苦戦が予想されます。なんとか敵の援軍を撃退して、城攻めに取り掛かることができそうだな。ただ、ちょっと養老が厳しそうです。残念ながら、種宗の攻撃は失敗に終わりました。ですが、息子と共に歩むという意味では、攻撃が失敗してよかったのかもしれません。その息子が伊藤家に対して城攻めを行っている。見事攻め滅ぼしましたね。これで、親子の距離が少し縮まりました。その一年半後、せっかく縮まった親子の距離を、父親が突き放そうとします。種宗が雄三寺家の大村城に再び攻撃を仕掛けました。先発部隊の攻撃は撃退されたが、種宗の本体が後ろからやってきたな。兵力は申し分ありません。あとは養老が持つかどうかです。種宗が無事に大村城を攻略しました。再び親子の距離が開いてしまった。こうなってしまったら、何としても息子の春宗には、頑張って大友家の城を手に入れてほしいものです。大友家は大内家との戦いで劣勢のようだから、チャンスは大いにありそうだ。ああ、これはひどい。チャンスを完全に潰されました。父親の種宗が、息子の進路上にある城を寝返らせて我が物としました。息子の春宗は完全に九州南部で閉じ込められたぞ。父親の種宗は天文の乱の際に、息子の春宗によって幽閉されたので、ここでそれをやり返してきました。息子を九州南部で幽閉です。息子を幽閉した種宗は、続いて大内家に合戦を挑みました。こういう形で天文の乱を終わらせてくるとはな。吊り橋効果も意味がなかったのかもしれません。最初だけ息子の手を借りて、あとは父親だけで九州平定を成し遂げようとしています。種宗の攻撃は成功し、大内家の佐賀城を攻め落としました。その北の平戸城もいつの間にか種宗のものになっているし、親父は息子に寄り添うことをやめたようだ。この親子は、やはり相容れない関係だったのかもな。大
ただ、もう望みがないとは言えません。大友家が春宗の進路上のあの城を攻め取るか、寝返らせれば再び道は開けます。おい、右下のログに注目。親父が息子を従属させたぞ。ああ、これはもうダメですね。力で息子を言いなりにさせました。一発レッドカード状態です。残念ながら、親子の縁を修復させることに失敗しました。これからどうするんだ？親子の仲を取り戻すという目標は失敗しましたが、せっかくなので、この伊達胤宗がどこまで拡張できるのか観戦を続けたいと思います。息子を吊り橋の途中で置いてけぼりにして、一人で渡ることにした父親がどこまで進むことができるのか、この目で確認しましょう。九州統一の障害になり得るのは、大友家だけだな。その大友家に対して、伊達胤宗が早速軍勢を繰り出しました。九州の覇権をかけた戦いになるぞ。大友家側も各地から救援が駆けつけてきました。大友家の守りが強固で、攻撃が失敗に終わってしまいそうだ。いえ、北側で大友家の城を一つ奪うことができています。さらに、続けざまに岩屋城を攻撃するようです。その結果、大友家の防衛線を突破して、岩屋城を攻略しました。自分一人でも歩いていける。そんなことを言いたげな攻撃だったな。その後も伊達胤宗による大友家攻撃は続き、残り1城に追い詰めることができました。だが、九州の一部は毛利家に抑えられたようだぜ。伊達胤宗の九州統一を阻む新たな強敵が現れた。その毛利家が大友家の最後の城に攻撃を行ってきました。毛利家が大友家を滅ぼした。先起こされましたが、その毛利家に対してすぐさま伊達胤宗が動き出します。毛利家が落としたばかりの船井館を脱出するため、大軍を動員しました。両方とも黄色いからどちらの軍勢か見分けがつきにくい。ここで伊達家が毛利家の船井館を攻め落とすことに成功しました。落とすことができたのか。ちなみに毛利家は現在、これだけの勢力を誇っており、侮れない規模になっています。中国地方を抑え、四国の大半を手中に収めている。足利家が毛利家を倒すのは難しいかもしれませんが、その東から武田家が徐々に迫っているので、その圧力が毛利家に及べば、九州での戦いもさらに勝機が高まるでしょう。それから2ヶ月後、ここで再び伊達胤宗が軍勢を出陣させました。狙いは毛利家の臼杵城です。吊り橋を一人で果敢に渡っていくぜ。この攻撃は成功を収め、臼杵城を手に入れました。息子を幽閉させても、問題なく攻勢を続けられています。今度は毛利家から軍勢が出てきたぞ。伊達胤宗に対して反撃を行うつもりだ。三夜の教えを説いて、家族の結束を貫く毛利家。はたまた、息子を南九州に幽閉し、父親の自分だけで戦い続ける伊達胤宗。どちらが勝るのか見物だな。ここで、古書三条が毛利家の手に落ちました。団結する毛利家が優勢か？いえ、そうとも言えません。吊り橋を一人で渡る怖いもの知らずの伊達胤宗が、すぐさま反転攻勢を行います。そして、先ほど奪われた城を奪還することに成功しました。一進一退の攻防だ。伊達胤宗の攻撃はとどまるところを知りません。九州に残っていたもう一つの勢力である大内家を滅ぼした後、毛利家の木田二条、文字城の攻撃に及び、一気に九州統一を成し遂げようとしてきました。その勢いのまま、木田二条を陥落させました。ただ、文字城の攻略には失敗してしまいます。それでも九州統一まであと一城に迫ったぞ。その後、1570年になった時、幽閉された伊達春宗の身に異変が生じます。ああ、当主が春宗の息子の照宗に切り替わった。確か春宗の寿命は延長していたよな。なんで変更されたんだ？仕様のようです。おそらく、イベントオフでも一部の大名は時期が来たら変更されるようです。浅井久政から浅井長政への投資変更などもこれに該当します。紛失したわけではなかったんだな。後で確認したらちゃんと生きていたので安心してください。その年の8月、毛利家が再び反撃を試みてきました。右下のログでは毛利家と足利家が同盟と表示されている。さては、それで孝子の憂いがなくなって、伊達胤宗に全力を注いできたな。三夜の教えに加えて、周辺の勢力とも協調する毛利家。それに対して一人で孤軍奮闘する伊達胤宗は、この攻撃を防ぐことができるのでしょうか。ここが正念場だぞ。
画面下からは、孫のテルムネが援軍を出してくれました。それもあって撃退に成功します。ですが、北側の北谷城が毛利家の攻撃で落とされてしまいました。その後も毛利家の攻勢を浴び続けた伊達種宗は、各地で連戦連敗し、城を次々と失っていきました。ここに至り、九州統一の夢は絶たれてしまったので、観戦を終了したいと思います。あと一城というところまで迫ったんだけどな。そこに届きませんでしたね。やはり、吊り橋を渡り切るには親子で協力する必要があったのかもしれません。それでは今回の動画はここまでになります。ご視聴いただき、ありがとうございました。